夏かり育子は日本の精神科医、北海道生まれ、父親の転勤で幼少期から中学時代まで引っ越しが多かった。10歳の時、母が統合失調症にかかる。家庭を顧みず、収入を家に入れぬ父親とは疎遠であり、病んだ母親と二人の孤立した過酷な少女時代を送る。両親が離婚した後、実家に引き取られた母と会うことを拒む。 父の席に残ることになったが、もともと疎遠な父と暮らすことはなく、孤独と絶望から二度の自殺未遂。友人の仲介により母と再会した。その後イラストレーターの中村幸著の我が家の母は病気ですという本を読んで、母の統合失調症を真正面から向き合うことにした。浜松医科大学医学部卒業後、同精神科助手、協立菊川病院。 神経科浜松病院を経て、2000年焼きつべの刑、診療所を開業。現在は、八重津市在住で、精神科医である夫と共に診療所を営む傍ら、その母の介護経験を元ととした、統合失調症の理解、啓蒙のための運動に取り組み、2012年に、心病む母が残してくれたものから、精神科医の回復への道のりを上司した。 2017年8月21日、人は人を浴びて人になるライフサイエンス出版を上司する。全国各地域から講演依頼が殺到している。ありがとうございます。